皆さんこんにちは。本日は宮坂家の食卓による宮坂家の食卓第21弾ですね。師走12月になりましたね。寒くなりましたね。今年はなんか格別に寒いような気がします。そうですね。この時期のお酒っていうとやっぱりもう荒走りでございます。はい、はい、皆さんこれご存知ですか？酒林と言いますけれども、はい、新酒のシンボルですね。杉玉と思いますね。はい、杉の玉ですけれども、これがの酒屋の軒先に、かかるといよいよ新酒の販売が始まったと、まあまあそういう看板ですね。もう真っ青な杉玉がだん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 出て熟成酒だけど、今はこの新鮮な緑のね、綺麗なところで荒走りということです。はい、はいはい、我々の酒蔵でもね、10月の前半から酒造りが本格化していますけれども、麹を作って、酒母を作って、もろみの発酵させて、そして11月20日から新酒の販売が始まっています。荒走りです。まあ本当にね、コロナで天変地異、もう世界中がめちゃめちゃな、このご時世に私どもがこうやって変わらず酒造りができるのも、本当に酒蔵の周りにいてくださる大勢の皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ります。で、11月20日にはお米の神様のお稲荷さんのね、はい、お稲荷様にちゃんとお祭りをして、そして酒林を掲げて、新酒発売ということでスタートいたしました。いや、当日はね、お店の前に、セラマスミの前に、そう、こんなこと初めてだよね。初めてですね。国道まで行列ができて、なんか皆さんも楽しみに、まあ酒屋冥利、嬉しいことですよね。ありがたかったですね。まあ今年のお酒は酒造りやっぱりすごい難しいんですけれども、毎年米が違いますでしょ。それから酵母っていう微生物で作ってきます。生き物でみんなそれぞれ年によって違うので、働き方がとても一定の同じ味にしていくのは難しいんですけれども、今年はねちょっと米が溶けて、杜氏さんたちがね、今年の味はどうなるかわからないってとても心配してたんですけれども、やっぱ一発目に作る、ね、お酒ですから難しいんですよ。このお酒ができると次から次へのお酒のね、米の状況ってのが分かるわけですね。だけど最初は難しい、でしかし結果オーライ、大正解でした、ね、なんかあちこちからね、美味しかった美味しかったっていう声を聞こえてきたり、そう、はい、SNS の、で大勢のお客様が美味しかったよとか、こんなだったよっていうご投稿をいただいてますけれども、僕が一番はーと思ったのは、青りんごの香りがするとかいうような表現、なんか酒母の香りがちょっと青りんごのような香りのような気がする、まあまあこれはその7号酵母というね、我々が使っている酵母、由来の香りだと思うんですけれども、そういうご指摘をいただいて、あ、じゃあそうかなと思って飲んでみると、やっぱりそんな感じがするんだよね。ちょっと飲んでみませんか。はいはい、じゃあ講釈はこのぐらいにして、飲んでみます。はいはい、ちょっと弱くします。はい、こんにちは。はい、もうこのね、色がたまらないんですよね。ね、これね、新酒の絞りたてですから、はい、新酒を絞る、そしてもうそれをすぐ瓶詰めして、お客様にお出しする、絞りたて生原酒、ね、17度あります。はい、はい、では、はい、乾杯。できたてのやつです。今年は僕はやっぱりこう非常に味がふくよかなんだけど、味たっぷりボリューミー、しかしスッと切れていって、でっていうことはね、キレがいいのでどんどん飲めちゃうんだよね。飲めちゃってね、でとても危険なやつです今年は。よくね、荒走りのこと、荒のことを口走るから荒走りかなんて、いう方もいらっしゃるんですけど、でも本当危険で美味しくて、すぐたくさん飲んでしまって酔っ払っちゃう。でもね、たくさん会話をしながらね、荒のことを、普通ね、原酒っていうのはこれほどねスースー入っていかないんだけど、今年の入っていっちゃうんですよ。でうちもカラビンがゴロゴロしていて、片付けるのに大変なんですけども、まあ、そのくらい飲める酒に なりましたね。さて、はい、これに合わせるお料理は何でしょうか。はい、やはりこれだけパンチがあるお酒なので、パンチのあるお肉料理ということで、今日は鴨を
用意いたしました。最近金曜日になるとね、市内の富屋さんという蕎麦屋さんに行って、はい、これはちょっとそのおばんざいが美味しいんですよね。美味しいんですよ。もう蕎麦米がね、もう本当に美味しくて、先週は煮カツとそれから鴨鍋、はい、そこで習ってきてやってみました。はい、今日は鴨とネギです。鴨がネギショットへ来たそうです。大和辻田さんの柚子七味をちょっとかけて、ネギも美味しい、鴨の油っていうね、結構個性的ですけど、強い味を、鴨の皮をちょっともう油も敷かずに焼く、焼いて油を出して、そしてネギを炒めてるんですけど、はい、この個性的な鴨の油をね、先がきれいに洗ってくれて、で、ネギはネギも美味しい。あ、今日の鴨柔らかいです、いいですね、やっぱり、口の中がきれいになってる感じ。やっぱりお肉料理だとか油料理とか、そういうのになるとやらかしが合うような気がしますね。合うと思います、はい。さっき言ったように、今年もね、嫌なこともたくさんありました、コロナで。しかし、年末くらいあらぬことを口走りながら口走ってで、来年はいい年にしましょう、迎えたいと思いますね、はい。せいぜいこの12月、はい、しっかりあら走りを皆様召し上がってください。美味しいです、今年は。だけど危険ですから、お気をつけください。よろしくお願いいたします。